ということで今回なんですけれども、はい、前回の動画で実はハイエースがちょっと車検に出ている、はい、初めての車検に出ているということをお話ししていたんですが、ハイエースが戻ってまいりました、はい、久しぶり、1週間ぶりぐらいですね、はい、今回は初めての車検どうだったか、うん、あとまあ2年走行してみてハイエース所有してみてちょっとどうだったかみたいなところをちょっと振り返れればなと思っております、はい、ということでやることは思ってたけどさ、車検かと思って、そうだね、なんか忘れてたね。そうまあもともと最初の購入のきっかけはさ、本当の最初は、うん、まあ、ドキュメンタリー撮影でいろんな地方に映像制作でも行くから、うんうん、機材車が欲しいなっていうことで、うん、まあ、ハイエースを買ったじゃん。そう、それ今もね変わってないというか、そう、うん、まあ、そこから変わったのといえば、うん、そこからまあ車中泊をしていくうちに、あれも欲しいこれも欲しいってなって半年ぐらいでベッドキットこのハイエースにつけて、うん、9月までは そのベッドキット、うん、そうだね。でそれでいろいろ行って、まあ、そこからねアップデートしたいなってなったから、うん、まあ、2代目ベッドキットを去年の9月に作って、そうで、だから新車に購入した時は何に もう間違いなく車検は通る内装だったんだけど、うん、そうだね、去年のね9月ぐらいからね一気にこう天井変えたり、うん、パネル、ね、作ってもらったりとか、そうだから、とにかく最初に買った時とはもう全然こう比べ物にならないぐらい、そうそうそう、まあ、ただうちのさカスタムの特徴としては、うん、取り外しが一応できるっていうカスタムでやってきたので、うん、一応車検は通る設計ではあったんだけど、まあ、実際にね通してなかったから、うん、まあ、若干不安もありつつやってたっていうね、うん、例えば何気に不安だったのは、うん、後部座席のアシストグリップ部分を今エモンかけてるから、そうだね、ハンガーラックに、うんうんうん、別に大丈夫とは思ってたけども、うん、ちょっと不安だったみたいな部分があって、うん、まあ、それでいうとなんで今回の車検はもともとほら重量がちょっと変わっちゃうと難しいって話だったから、うん、ベッドキットはまず外しました。で、あと横のこのガラス部分に貼ってあったパネル、窓枠パネルも剥がして、まあ、天井ままじゃん、もちろん、うん、天井ままで、うん、ハンガーラックみたいなのもそのままで、うん、あとはこの今俺らの下にあるフロアパネル、杉板のフロアパネルもまんままんまで、あとステップのところに、まあ、収納ボックス、収納ボックスもまんまって感じで持ってったけど全く問題なかったね。何にも問題まあ、車検場によってさ結構変わったりするっていうじゃん。で今回はやっぱ重量は難しいですって話だったから、そうそうそう、うん、下ろしていったらもう完璧でしたね、まあ、今回うちらは別に特にこれ外す必要もありませんでした。はい、で今回やってもらったのは、はい、まあ、普通に車検は普通にやってもらったのと、うん、あとは、オイル交換、はい、まずでエレメント交換でバッテリー交換、うん、で AC のフィルター、エアコンフィルター、うんうん、とルームクリーニングでした、はいはいはい、オイル交換は、うん、でもそれでも一応1万キロ行かないうちに1回は入れるようにしてたよ ね、まあ、6000とか5000キロ目安にやってるけど、うん、たまにオーバーして8000とかやってたっていう感じだよね、うんうん、やっぱ一番今回は、うん、バッテリーだと思う。そうだね。で今回一応走行距離が今56,492とか、もうすごいね、そんな細かいとこまで覚えてる。いや下3桁ぐらいは、まあ、とりあえず56,000キロ台だったのは覚えてる。そうだね、いやすごいね、2年で56,000キロも、そう、行くと最近ちょっと持って6万キロって言ってるそうだねちょっと盛りすぎだねってなるとやっぱバッテリーは交換した方がいいかなって。あとはその車中泊するときに、うん、やっぱりどうしてもねこうやってバックドア開けといたりとか、スライドドア開けといたりとかしてるときにすごい威力ながら全力消費してるはずだから、そういう意味では、うん、まあ、バッテリー交換はちょっとマストでやりたかった、ね、やりたかったなと思って、まあ、でもそう考えると、まあ、今後1年に1回車検だけど、うん、2年ごとに1回ぐらいのペースで変えてってもいいかもね。そうだね、そうだね、うん、あと俺が一番超感動したのは、うんうん、これ、ね、納車した時からずっと悩んでたのが、うんうん、右側のスライドドアが若干鳴るっていう。
走行の時にね、振動でガタ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 ってね。なるんで、これはなんか、ね、やっぱネットとかで調べると、うん、もう個体差というか肺炎差しょうがないっていう、うん、あのバンだし、ね、バンで、ね、やっぱ扉が大きいから、うん、で今回車検の時にちょっとこうスライドドアが鳴るんですけど、ちょっとどうにかなんないですかみたいな。もともと自分でもさ直そうと頑張ってたじゃん。スプレーしたりシリコンスプレーしたり、うん、あとこうネジでなんか調整したりとかさ、そうそうそう、あのドアの止めるところの部分ね、うん、でそれでもやっぱ直らなくて、うん、まあでもそれをねダメ元で頼んだら治ってたね2年間悩んでたやつが治ってて、うん、ちょっと今度聞いてみたい、何をしたら治ったのか、ね、今日聞けばよかったんだけどあんま忘れてたよね、うん、でもあとさ、うん、なんかアシストグリップのネジとかもちゃんと締め直してくれたりとか、うん、あとそのサイドブレーキのところとかも緩いとこ締め直してくれたりとか、もう明らかに違うの。結構ね、うん、細かいところもやってくれるんだなと思った。確かに、まあでもそれが普通なのかもしれないけどね、その車検自体が初めてだから、うん、そうだね。まあでもすごい、だからなんか車検って私の車購入前のイメージは、うん、こうただただお金もかかっちゃう面倒くさい手続きみたいな、うん、なんか印象だったんだけど、うん、はいはい、やっぱ車検してもらうと安心もするし、うん、ね、そう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 、こう4ナンバーで会えてよかったんじゃないかなっていうのはちょっと思った、うん、じゃあ2年ハイエース乗って、うん、でもデメリットじゃあ出てこないからな、ハイエースのデメリット、うん、出てこない。あ、じゃあ2年乗ってみて思ったことで一つだけあって、なんか最初の頃って車の知識が全くなかったから、まあ、一番安い車両でいいやと思って私は、でガソリンの肉でまあよくも気に入ってるし、これくらいの値段だったらいいなと思って買ったんだけど、今思うとまあ四駆でもよかったかなってちょっと思った。あ、それはね、旅に結構出るようになってから、うん、いろんな山奥とかさ、うん、海辺とか行くようになったから、うん、なんかもし今後そういう用途でこう車を買うってなったら、うん、間違いなく四駆をちょっと選ぶなって俺はね逆でもないんだけど、あの俺ディーゼルかなと思った。あー、ディーゼルね。ディーゼルはやっぱちょっと憧れるというか、うん、あの馬力が違うんだよね、うんうん、それはねやっぱ、ね、羨ましい部分ではある。ただやっぱディーゼル音がね少しこう、ね、やっぱガソリン車と比べると少し大きいから、うんうんうん、だからまあ撮影的にはガソリン車でいいんだけど、まあでも全然ガソリンの肉でも逆のメリットはあって、うんうん、あの追い越し車線に行かない。そうだね、行かない、無理をしない。そう、無理しないから、うちみたいに結構ベッドキットとかがっつり乗せっぱなしの、ね、車両は重いから、うん、やっぱあの全然踏んでもね行かないわけよ、うん、だそれがストレスに感じる人ももちろんいると思うんだけど、うん、俺はどちらかというとこう安全運転できるなと思って、うん、まあ、だからね燃費も今 10.5 とか 10.6 とかだし、10.5 だよ。結構それはその効果が大きいかなと思うだね、うん、そう、まあ、とりあえずだからそのこのね車両、まあ、50型ちゃんは、うん、今のこのガソリン 車両で、うん、あのどれぐらい走るのかっていうのをちょっと ね検証してみたいなと。確かに、そう、まあ、大切に乗ってちゃんと点検もして、果たしていくどこまで行けるのか、そういうこと、うんうんうん、でもハイエースは本当にデメリットは今のところ思いつかなくて、うん、というのも最近私もさ運転してるじゃん、うん、結構、はい、あのちゃんと、そうだね、この前5、6時間乗ってきたもんね。でやっぱりハイエースだとこうスピード感をいい意味で感じないし、うん、こう視野が上から見て結構広いから、うん、運転しやすいんだよね。で、あとやっぱガッツミラーとかついてて、ミラーがもう周りにちゃんとついてるから、うん、思ってたより女性でもなんか問題ないのかなって。うん、それはそうだろうね、うん、そうっていう感じ。そうだね、うん、なんかなのでまあ2年振り返ってみて、一旦走行距離は5万6000キロ、うん、燃費は 10.5、うん、後悔はしてない。これでよろしいですか。そうだね、はい、ということで今回なんですけれども、うちのですねこのハイエース、購入して2年間経ちまして初めての車検でしたという動画でございました。で、ちょっとね今後なんですけれども、うん、まあ、ちょっと僕らのねあのチャンネルの、まあ、今年のドリームとして、はい、あのガレージを作るっていうところがありまして、うん、でそのガレージは、このハイエースがフィットするような設計を今考えておりますので、うん、であとねあの今ちょっと見えてないと思うんですけど、この隣には
僕らで去年1年かけて自作した自作キャンピングカーが止まってるんですけれども、こういうキャンピングカーももちろんそのガレージにドカッとこうはまるような、はい、あの感じをイメージしてるので、うん、まあ、末永くねこういうキャンピングカーだったりとかハイエースだったりとかも動画を出していきたいなと思いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。はい、ちなみに実はありがたいことに、はい、あのチャンネルの方も5万人を予約達成したということで、はい、ハイエース買う前からドキュメントはやっていて、まあ、2年半ぐらいかな、そうだね、もう経つんですけど、うん、いやもうまさかねこんな時が来るとは思わなくて、結構5万人は一つ目標だったので、私たちもすごくありがたいです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。皆さんのおかげですね。はい、ということで、まあ、久しぶりにやっていなかったライブ配信をちょっと5万人記念ということで、はい、次回はやっていきたいと思いますので、はい、もしお時間が許せば、はい、あのご参加いただければ幸いです。すごいビッグなあのご報告もありますので。あ、そうだね、はい、すごいビッグいいのかな。いいじゃん。僕らの中ですごいビッグ、はい、はい、もしかしたらちょっとビッグかもしれない。ビッグじゃないよそれ。ぜひぜひご参加ください。お願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録もよろしければお願いします。では、また。